レー、バターチキンカレー食べ比べてみるの大会。イエーイ。いや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 、初代から6代バージョン。バージョンで、これでちなみにまだ出るの？どうだろう、6代以降。あ、まあわからんよね、これから先、うん、これから先はわからん、うん、で今もまだお店にこんだけ売ってるかどうかがちょっとわかんない、うん、けどまだ売ってた気もする。皆さん、無印良品にはよく行かれますでしょうか？行くでしょ、みんな。僕たちは、まあ、ちょこちょこね、時々行きます。時々行くね。今回レトルトカレー、無印良品のレトルトカレーを勝手に初代から6代まで集めて、うん、勝手に、ね、まあ、バターチキンでくくってる。バターチキンでくくってます、うん、このカレーを、ね、どのカレーが一番美味しいか勝手にトーナメントで決めてみます、うん、ちょっと噛んでるやん。そうね、まあ、勝手に決めてみましょう、どのカレーが美味しいのか、うん、まあ、皆さん知りたくないですかね。ただどうやって決めるかというと、1対1ずつの3組を要してそれぞれ1種類ずつ勝ち上がっていき、最後の決勝戦は3つの種類の中から1つを選んでどれが美味しいかを決めます。で、2人しかいないんで我々、うん、ちょっとプレゼンテーションしかりというか、決めていきます、ね、はい、どちらが美味しかったかっていうのを話し合いながら、殴り合いながら、ね、どれが一番美味しいのか、うん、やっていくぞと。はい、まあ好みにもあると思うんで、諸説ありということで、もちろん、ね、美味しいかは、はい、という感じでやっていきます、うん、じゃあレッツゴー。誰かが言ったバターチキンカレーを制するものはカレーを制す。初代から6代目バターチキンカレー出てこいや。すべての始まりはいつだって先駆者焙煎の中の焙煎、初代バターチキンカレー。自由奔放は専売特許、何にもおじけづかず突き進む2代目バターチキンカレー。無事回復ならお任せあれ、どんな逆境も右肩上がり、3代目バターチキンカレー。マジ目で優等生な性格は誰譲りか、秘めた投資が爆発する4代目バターチキンカレー。傍若無人のアウトロー、ダオヨセスケス我が道を行く5代目バターチキンカレー。時代の最先端をリードする乗り遅れるやつは置き去りの精神、6代目バターチキンカレー。A からいきます。撮ってみます。こんな感じです。細かい
い野菜が入ってます。うん、美味しい。うん、結構どれも赤いんですね。うん、でも辛くないから、うん、で最初に食べた時に、うん、あのしっかりその塩味が来る、うん、しょっぱみが来て、うん、うん、これがまあ A ですね。こっちで B、うん、見た目はそんなに変わんないしね。ちょっと濃いかこっちの方がぐらい。いや、そっち濃い。そんなことない。そんなに変わんないと思います。こんなもんです。はい、はい、で B のカレー、うん、B ですね。いただきます。あ、なんかカツオっぽい香りせえへん。言ってなかった。これちょっと魚の味、匂いせえへん。あー、違う。あー、違うな。違う、さっきのしょっぱみがまずガツンと来ない。来ないね、うん、もう最初から味があるカレーの、うん、うん、やし、スパイス感じる。その、クミンとか、うん、そうね、なんかのスパイスカレーですって感じ。こっちの方が辛くない？そうかもしれん、うん、あの後から確かにちょっとふわーって辛さくる。さっきのほとんど辛さなかったね。うん、なるほど。うん、あ、うーん、いや、うん、コクの、ね、コクがある。こっちの方がこれやっておいてないけど好みやな。ね、そうね、そうね、そう、うん、どっちが勝った、うん、うん、じゃあせーので言う、どっちが美味しかったか。 OK、うん、ほな、じゃあ A と B どっちが美味しかったか。どっちの料理賞第1回戦、ね、うん、勝者はせーの B。 あー、揃いましたね。 B でしたね。 B、うん、こっちの方が美味しかったかな、どっちかというと、うん、まあ好みだけど、これは、うん、味は確かにちょっと違ってた。さっき言ったように、ね、塩味が来て辛味はあんまりない、うん、ふわっとまろやかさがあって、こっちはもう最初からこのカレーの味っていうのがすごく来た、うん、で辛みがあった。そうですね、どっちかっていうとこっちの方が好き。そうね、こっちが好きって感じだな。美味しいのはどっちも美味しいんだけど、うん、でも、うん、美味しさはトーナメントなんで、まあね、勝ち負け美味しいっていう基準のもとだったら B かなっていう結論、うん、そうですね、 A か B だったら B ですね。はい、OK、じゃあ第1回戦は B の勝利じゃん。てってれってて、まだ最後に何代目かを分けますので、うん、そうそう、何代目かは私たちは分かりません、うん、いや、これはまだ楽しんで。では、カビが終了しました。第2回戦 C と D、 よし、いくよ。あ、こうやって見ると結構黄色いなと思ってたけど、そんなにほんまに全部バターチキン。そこから疑い出して、うん、あ、香りがまた。じゃあ C のカレー、うん、実食、うん、いただきます。うん、うん、またちゃうな、うん、ちょっと苦味がくる、うん、こ、やっぱ塩味はあんまりなくてまろっとしとる。いや、最初くるよ。くる？うん、初手じゃないな、2個目にくる、私は。これは 1.5 かな。うん、うん、なるほどな。うん、はい、はい、じゃあ、D、うん、これなんかちょっとつぶつぶ感がある気がする。さっきのやつ、この野菜のつぶつぶ感、うまい。ね、玉ねぎか。うん、そう、これはさっきの A にも感じたん、あのちょっとつぶつぶ。これとこれはあんまりつぶつぶはしてない感じがする。じゃ D。D。で、黄色いな、やっぱ混ぜてみたらわかるけど。あれ？あんまり。あんまり匂いせんね。匂いないな。うん。じゃあいただきます。あ。うわ。うん。全然ちゃう。しょっぱい。そうね、これ結構塩味効いてるな、うん、
これの、あ、で辛くない？うん。今結構辛さきてるよ。あ、これ一番辛い。辛いね。で、塩味も効いてる。うん、系統で言うと、これとこれが多分ちょっと似てて、あ、似てる気がする。系統的に。これとこれ近いみたい。台が。はい。OK。うん。よし、じゃあ、C 対 D。2回戦の勝者は。うん、ルルルで、せーの、D! おぉ合ってるわ、二人とも。まあ、そうね。うん。なんやろな。ちょっと癖。でもさ、これとこれ、似てんのにさ、うん、こっちは一回戦負けたやん。うん。こっちは勝つんやな。そうだね。まあ、これと比べてるからっていうのはあるかもよ。だって、これと比べてたりとかしたら分からないじゃないですか。でも、次当たるわ。すいませんな。今のところ勝ち抜き B と D ってことですね。ああ、そうやな。B と D やな。これ、じゃあ、負けたほうがいい。今が遠かったよ。勝てる。じゃあ、3回戦。E と E 対 F でやります。やってみましょう。今回、色濃いんですよね。そうだね。苦味が結構くる。あ、そう。うん。あ、まあ確かにちょっとくるな。うん、苦味がくる。これはこうコクというやつなのかな。うん。結構こうスーって感じだね。そうね。これでもヨコンってならんというか。ある意味よ。うん。なんか癖のない大会あったら1位に。いや、そう。みんな選びそう。うん、好きっていう人もそう。言うたら大癖と癖なしみたいな感覚かな。うん、でもカレーはこれでいいんだよっていう人が多そうなカレーではある、うん、確かにな、うん、じゃあ F、 そう、 F、 そうぐりぐり混ぜてくれるんだ。ほらもう色がすごい。これ一番赤いかも。ミートソースみたいな色してるもんね。油がすごい浮いてる。あ、ありがとう。僕がうん、そういう匂いがする。デミグラスみたいな匂いする、うん、そうそう、うん、F ですね、最後、デミグラスみたいな匂いするな。うん、うん、フォンドボーやな。そんな感じ。いや、これコクすごい。ちょっと待って、これはカレーか、うん、っていうぐらい。そうね、あの、なんていうの、ハヤシライスみたいな、うん、そんな感じやな。野菜のエキスとかが多分ものすっごい出てるし、これとこの3回戦の対決ってさだいぶ対局やな。まあそうかもしれんな。だから難しいかもしれん、逆に、うん、どっちが好きですかって話な、うん、そんな感じになってくる。なんかハヤシライスっぽいなと思う。トマトも結構感じるからかな。え、これトマト入ってる。トマトも入ってるよ。全部トマト入ってる。だってパーさん自分で作るときトマトめちゃくちゃ入れるじゃん。トマト入ってます。頼みます。うん、いや、でも決めた。私は決めたぞ。楽しいね、タナさん。カレーパーティー見てるのが楽しいですか？いや、最後の結論だけ見られるんですよ。でももしかしたらみんなこの何代目推しっていう人がおるかもしれないね。ね、私はこの代が。しかも、なかなかこんだけ食べへん、うん。そうそう、一気に食べることあんまないからね。楽しい楽しい、やってよかった。
そうだね。はい、まあでも決まりました。3回戦、第3回戦 E 対 F の試合、うん、勝者は、うん、せーの、F。 あー、分かれた、ついに分かれた。いやー、こっからそうなんですね。引き分けになった場合は、うん、そうね、どっちが美味しいかを決めないといけないんで、うん、まあディスカッションというか、そうだね、どこがいいと思ったかを、うん、お互いにこうプレゼンしよう。そうね、そうね、うん、どうぞ。いいんですか。はい、ほんなら、まあ、うん、私はまずあのカレーなんだぞっていうことを念頭にしたんですよ、うん、ってなった時にこれカレーっぽくなかったんですよ、あんまり、うん、ハヤシライスっぽくって、うん、ってなったらカレーなんだぞって思うとこっちの方がカレーなので、じゃあこっちかなって思った感じで、でもこれもあの美味しいから迷って、うん、でもカレーなんだぞって思ったからこっちにした感じです。はい、じゃあそれに対して私 F を、選んだ意見として、うん、はい、カレーなんだぞっていう選手権を決めてるんじゃないですか。もう全部がバターチキンカレーっていう中で、無印の1初代から6代、うん、どれが美味しいかを決めてる、うん、で E と F どっちが美味しかったか自分がね、うんうん、まあ E も美味しいんですよ、うん、ほんま僅差で、でも美味しいのは F なの。なるほど、ね、私は。なるほど、なるほど。まあ、そうね。好みなんで、これは、こっちはすごいコクとまとまとみもあって、うん、ちょっと、これは万人受けするんやけども、うん、苦味がちょっとあるかな。なるほど。あとで。まあ別にそれはそれで好きな人もおるやろし、うん、けど、で、全体総合的に考えたら F かな、うん、っていう思いがあったんで、なるほど。F にしました。OK。でもそれを聞いて覆る、うん、あ、覆るみたいな、うん、いい、どっちも美味しかったから、うん、あとはまあカレーっぽい方って感じで選んだから、うんうん、全然いい、 F に色もないし、まあ確かにカレーっぽいなっていう意味で選ぶとしたらいいになるよ、どっちかといえば、うん、だ美味しいと思ったのは F ですね、うん、私は OK、 じゃあ F にして F でいいです、うん、いい、じゃあここは3回戦は F の勝利ということ、うん、全部こっち側になったね、そうね、結局 B、D、F が決勝に残る形になりました、はい、ということで決勝戦はこの3つの中を1位を決めるからね、そうね、うん、一番美味しいのはどれか、そうね、これまたまずいね、でも今まあこう時間経ってるんで、うん、これがちょっと忘れてきたとかあるかもしれないんで、まあ、3ついっぺんに食べてみて、そうだね、どれが美味しいかをやってみましょう、うん、F が今一番正しいから、じゃあ B にちょっと一旦戻ろうか、うん、これが何代目なんやろな、すべて、いやほんまそう、決まるで、そうね、初代から6代が初代から6代も決まってる、1位が決まるんです、初代から6代のうちのキングが決まる、そうやな、私たちなりの、私たちのキングが、うん、じゃあ B、 B いただきます、1回目食べた、サイド B、 あ、でもこうやって香ってもやっぱり鰹節というか、あの魚を感じるね、私は、あのラーメンとかの魚粉感がやっぱり感じる、日本人っぽいのかな、だいぶ冷たくはなりました、でも美味しさ変わらないです、あ、ほんまやな、こうやって食べたらめっちゃ魚系入ってるな、うん、魚粉系、お出汁味がある気がするし、結構ほんまにザラッとしてるのも、これ多分魚粉入っとるよね、入ってるなっていう感じがする、入ってる入ってる、これは入ってるわ、うん、うん、美味しい、でやっぱりこう終始まろやかで、うん、そんなに脂っこさも私はあんまり感じず、そうね、抑揚がないな、これ、あ、そうね、ずっとこうスーって感じで美味しい、うん、 うまい状態がずーっと、うん、これはどっちかっていうとどうだろうな、ご飯に合うんかもしれない、まあそうね、ライス派かも、うん、じゃあで D、 うん、うん、うん、これはやっぱちょっとその野菜の、あー、すごい、ドドドド感やっぱ残ってる、うん、つぶつぶがある、うん、みじん切りの玉ねぎの感じものすごいある、他のはやっぱこうピューレ感があるけど、そうね、まあ、これもちょっとドロドロしてた A が、じゃあ B、うん、で、はい、これが一番黄色いですね、うん、
全然全然。いただきます。こいつが一番可愛いんだよね。うん、お、うん、これさ、うま、今思えば野菜めっちゃ入ってる、うん、入ってる、ベジタブルって感じがする、うん、するな、うん、やっぱどれを先に食べるかとかあんのかな、このなんか、あ、コーヒーの相性、相性、そう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 、それによってなんか変わるな、うん、これコーヒーと食べると美味しい、ゲームのカレーって、うん、美味しい、なんかあのなんかスパイスも感じるな。俺なんかこれ食べて初めてパプリカ感じた。あー、でも分からんじゃない、その野菜を感じる、うん、なんかめっちゃ感じるよな、うんうん、はい、うん、じゃあ問題児の F いくか、食べ過ぎたら分からん、問題児の F いくか、問題児、あー痛んの F いくか、やっぱり油がすごいのよ、うん、男の人は好きじゃん、あ、あのゴーゴーカレーみたいな感じ、あー、そうね、まあなんかミートソーススパゲッティ、うん、そうそうそう、ミートソースっぽいね、あとやもんな、じゃあ、F、 うん、もう香りがフォンドボーやな、マジで、うん、なんか牛肉や、いや、そう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 、牛肉、バターチキンやろ、チキンなのに牛肉感じる匂いがする、ほんま牛骨、牛骨入ってるのかな、あ、いや、うん、でも魚の匂いもする、さっきより、ん、さっきより林ライス感消えたと、あ、でも苦味くるわ、ん、うん、うん、うん、トマトがある、よし、決まった、え、早っ、うん、決まりました、宿題でいいかな、いやいや、持ち込むんだ気になって夜も眠られへんの、母さん何選んだんだって言われる、いつ言ってくれるんかなとかさうーん、でも結構悩んでるんよね、悩んでますね、うん、なるほど、あ、でも、うん、わかった、うん、オッケー、母さんどれにするのよ、気になる、なんか意外と合いそうやなと思って、ここへ来て、うん、はい、うん、じゃあ実食が終わりました、うん、では決勝戦のこの B、B、F、それぞれこの中で一番美味しかったと思うカレーを、うん、発言してください。はい。では決まるぞ。優勝戦、決勝戦。これが最も美味しかったか。うん、行きましょう。はい。せーの、 D、 おっ、やっぱ最後アウトの思った、なんとなくまあね、うん、D でしたね、うまいっすね、 D うまいっすね、 D うまい、うん、ちょっとまあこの中で言うと全部個性的派揃い、そうね、みんな違ったね、なんやけど、こいつはその中ではパンチがちょっと弱くなったかな、あ、まあ、まずい感じやもんね、うん、ちょっとしかもこう、こうジュクンってならずに、うん、こう一定の美味しいで終わる感じ、そうね、え、これはすごい野菜がなんか使われてるような気がして、うん、一番辛い、そうね、この中だと、うん、そう、うん、別に野菜が、野菜カレーが好きなわけじゃないんだけど、うん、一番美味しいかなと思った、ね、うん、でこの F に関してはやっぱりもうそうね、おめちゃくちゃ俺はとか男性は好きやと思うし美味しいんやけど、カレーとそのデミグラスソースとか林ライスを混ぜたらこんな感じ、うん、そう、なんかカレー風味のデミグラスソースみたいな雰囲気なんかな、だからカレーかって言われるとそう、ね、ちょっとあの違うかもしれない、うん、まあ、でもだから、うん、それでも一番美味しいと思ったのはやっ
俺は D、うん、そうね、それ美味しいってなった、うん、これはだから、これがキングですね。そうだね、2人で、でも全部あ、うん、これか、3回戦以外は全部あったな。あーそうだね、うん、うん、ここがね合わんかったけど、うん、いや、うん、そうだね、D、 なんだろうな、あのカレーっていう感じが一番強いかって、私の中ではカレーですっていう感じがあって、ご飯にも何人も多分合うし、うん、で、まあ、ちょっと辛いのもまたカレーっぽく、まあ、美味しかったですね、うん、美味しかった、うん、で、これが、何代目なのかですね、多分皆さんちょっと気に上がってると思いましょうけど、この D のカレーが何代目なのかっていうのをそこに書いてあるんで、うん、まあ、ちなはい、あの B か F やったらどっちが2位ですか。あ、俺 F、 私も あ、じゃあ1位2位はそろって、そうね、あ、そう、うん、ああ、じゃあ D、F、B、あとはまあ、あの順不動とさせていただき、まあ、あとで何か言うかもしれない。もしかしたら組み合わせによっては、例えばこの2つとこいつ戦ってないんで、いや、まあもちろんね、こっちのどれかが美味しいっていう可能性もあるやろし、いや、そうね、こことここが戦ってたらどっちかが上がってくる可能性は全然あったけど、うん、まあ、トーナメントの妙ですわな、そう、ね、これが、そうで、組み合わせもバラバラに順不動にしてるんで、うん、そうだね、この運とか組み合わせっていうのも、うん、この D が勝った要因じゃなかろうか。そうだね、やっぱここにたどり着きましたね、我々は。そうね、まあということで D が、うん、何代目なのか、美味しかったと、うん、いうことで気になるよ。そうですね、じゃあ見てください、はい、オープン、ででん、あ、初代、皆さん初代でした。見えるかな、見えへんか、ちょっときついかな、こっちで確認してね、初代でした、そうか、はい、で見せた、あー、なるほど、確かに、ということで、我々の B のカレーは初代でした。初代のカレーが、キング、一番美味しかったということで、我々ランキングではね、いや、まさかの初代ですか、そうか、えらい、無印さん、いや、初代かいとなのかな、なるかもね、うん、あ、でもすごいな、初代からこの美味しさもう最初から叩き出してたってことや、一発目からこの美味しさ出してたってかなりすごない、バターチキンカレーか、うん、初代から6代目まで試食してみましたが、はい、我々が思う一番美味しい代のカレーは、うん、初代のカレーだったという、うん、偉大でしたな、偉大な初代でしたな、そうね、うん、うん、いや、どれも美味しかったですけどね、うん、で、皆さんもぜひ食べてみてほしいですね、うん、お好みがあると思う、うん、それぞれ違う、ぜひともいい感じで、うん、食べてほしいなと思います、うん、いや、非常に美味しかったですね、そしてこの開発した無印スタッフの皆さん、うん、お疲れ様でございます、うん、ありがとうございます、とてもすべて辛く美味しかったです。敬意を表して。ごちそうさまでした。全部混ぜて食べてみたいな。はあ。画期的。それちょっと今やると病気悪いかな。よく言った。いや、お疲れさました。じゃあ、見てください。はい。オープン。でで、あ、初代。皆さん、初代でした。見れてんか、ちょっときついかな。こっちで確認してね。初代でした。はい、こちらです。5代目なの。5代目。